丸川珠代でーす。山尾しおり議員に質問します。丸川珠代でーす。不倫弁護士の妻の仏前に詫びたんですか？山尾しおりでーす。折って自分の言葉で伝えたいと思いまーす。丸川珠代でーす。憲法調査会で自民党にズブズブの発言ばかりですね。不倫弁護士の妻自殺問題から逃げるために自民党にごまかしてもらうための自民党入党作戦なんですよね。リベラルな山尾さんを支持してた市民を裏切るんですか？不倫で裏切り、そして今度は市民を裏切るってダブル裏切りですね。山尾しおりでーす。折って自分の言葉で伝えたいと思いまーす。Oh,